電車や駅で迷惑だと感じる行為のランキング今年1位になったのはあの行為でした日本民営鉄道協会が発表した駅と電車内の迷惑行為ランキング3位は去年1位だった背負いリュックなどの荷物の持ち方置き方鉄道各社がポスターなどでマナー向上を呼びかけた効果でしょうか 2位は、降りる人を待たずに電車に乗り込むなどの乗降時のマナー扉付近から動かない人がいて電車の乗り降りを妨げられたなんて経験ありませんかそして1位は座席を詰めて座らない足を組むなどの座席の座り方でおよそ10年ぶりに最も迷惑だと思われている行為となりました。また 今年から新たに選択肢に加わった周囲に配慮せず咳やくしゃみをするは6位にランクイン季節柄咳やくしゃみに敏感になっている人が多いようです日本民営鉄道協会は今回の結果について自分自身が迷惑行為を行っていると分かっていない人が依然多くいるため引き続きマナー向上への呼びかけが必要だと説明しています では働く皆さんは電車内でどんな迷惑行為にあっているのでしょうか。街で聞きました。自分がスーツ着ているときに、なんか隣でチークとか塗られると、ああそれが私の黒いスーツに付くって思った時はありました。続きましたね。就活中にしょうがないので黙っていて、降りてから払うみたいなちょっと落ちなかった。<laughs> なんか酔っ払ってると思うんですけど、相手の人が耳元でこうなんかいい。茶もんつけられたりとか何もしてないのにお前ちょっと邪魔なんだよという感じでずっとこう。横で <laughs> 言われたり <laughs>、いやだからあのちょっと降りてくださいって言って5番ね。ってもらって事情を話してっていう感じでで、警察から注意してもらってるっていう。ゲームイヤホンつながずにやってるとかっていうのも見るのは見ますね。まあ、でも自分が注意できるかっていうとそこまで。 する勇気まではないみたいなとこなんで、まあ、自分が悪いところもあるかなっていうのは思ったりはするんですけど毎日通勤で新幹線使ってますもうタイム売りすぎて今日の朝あの朝隣の人がバナナ食べてたんですよねでそのバナナの皮をあの座席の前のあの網があるじゃないですかあそこにこう入れてたんですよね皮がそのまま多分ネットにつくと思うんですよね か本当迷惑を考えない自己中な人だなとはいマナーはもちろん大切ですし私たちもマナーを守りたいというふうに感じますし同時に寛容さやピリピリしすぎない心のゆとりも持てたらいいなというふうに思います特に荷物の持ち方など気がつかないうちに自分もやってしまっていないか改めて気をつけようと思いました